和室の各部名称和室は伝統的な日本の家屋に特有の畳を敷き詰めた部屋。畳の敷き方にも敷き足りがあるが、その畳の敷かれた枚数で部屋の大きさを測るのもよく知られている。家の中心になる部屋には床の間がある。石ヶ谷家住宅空間は障子や襖まで囲まれ、特に障子は空間が完全に断絶されているとも、 いないとも言える曖昧な、おぼろげな明かりを空間にもたらしている。和室はさらに机や座布団、寝具などの出し入れで、会食から、団欒、書斎、寝室とその用途を様々に変えることのできる多目的空間でもある。スリッパのような履物を必要としない日本固有の文化である畳は、天然素材のイグサや稲わら等で作られ、そのクッション性、保温性、 調湿性などの特性上、夏は涼しく冬は暖かい、星座もごろネもできるという和室そのものの特性を形作っている。和室は、室数の多い家屋においては、食堂や居間、客間、寝室、書斎などそれぞれの部屋の用途が概ね決まっていることも多い。しかし小さめの住宅においては、前項のように同じ部屋が、家具や、 寝具の出し入れで何通りにも用いられる方が普通である。食事の際には古典的にはお膳が用いられるが、新しい時代には茶舞台などの座卓も用いられる。座卓は食事時以外も常には室に置かれ、一つの座卓が接客や軽作業など多用途に用いられることもある。座るためには座布団を用いることが多く。 特に客に対しては出さないと失礼になることも多いが、日常では使わないことも多い。その他多くの仕事が畳の上で行われ、例えば抹茶を供する際や和服を畳む場合などのように、ヨーロッパではテーブル上で行われるようなことも畳の上で行われることが多いため、清掃には特に気が使われ、うきや掃除機でゴミを取った後に雑巾が消するようなことも、 日常的に行われてきた。畳の部屋に履物が持ち込まれないのもその一環である。ありがとうございます。